横田勝弘の手によるナンバーアンダーラインアイのスタイリングが話題沸騰そのクリエイティビティに迫るファッション界の風雲児横田勝弘が語るナンバーアンダーラインアイの魅力の秘密エルジャポンの8月号特別版カバーを飾ったナンバーアンダーラインアイが今 SNS 上で大変な話題となっています彼らのクールハッピーな二面性を表現するスペシャルムービーも公開され まますますその魅力に注目が集まっています。今回のスタイリングを担当したのは、有名なススタイリスト横田克弘さん彼の手によって、ナンバーアンダーラインアイのメンバー、平野翔、神宮寺勇太、岸勇太の個々の魅力が最大限に引き出されています。特にファンたちは、このスペシャルムービーと写真に感動し、SNS で熱いコメントを寄せています。 横田さんのスタイリングは常にファンの期待を超えるものであり、今回もその期待にいられてくれました。雑誌が手元に届くのを楽しみにしているファンからは、今回も大変素敵なスタイリングでしたエルジャポン8月号の特別版が届くのが待ち遠しいといった感謝の声が数多く寄せられています。彼のスタイリングによって、3人の魅力がさらに引き出され、ファンたちはその完成度の高さに驚嘆しています。特に 今回のスタイリングでは、ナンバーアンダーラインアイのクールさとハッピーさの二面性が巧みに表現されています。彼らのカリスマ性とともに、その柔軟性や親しみやすさも強調されており、多くのファンが彼らの新たな一面を発見することができました。SNS 上では、今回のスタイリングは本当に素晴らしい3人の新しい一面を見せてくれてありがとうといったコメントが飛び交っています。 横田さんのスタイリングがどのようにしてこのような反響を呼び起こすのか、その秘密は彼のスタイリングに対する情熱と細部へのこだわりにあります。彼は一人一人の魅力を最大限に引き出すために、徹底的なリサーチとクリエイティブなアイディアを駆使しています。今回のスタイリングでは、彼のその姿勢が如実に現れています。例えば、平野章のスタイリングでは、彼のカリスマ性とともに、 親しみやすすいい一面も強調されています神宮寺優太のスタイリングでは彼のクールさとともにそのうちに秘めた熱意が伝わってきます岸優太のスタイリングでは彼のエネルギッシュさとともにその柔軟性が感じられますさらに横田さんのスタイリングがこれほどまでに多くのファンを魅了する理由の一つに彼のファッションセンスの高さが挙げられます 彼は常に最新のトレンドを取り入れながらも個々のスタイルに合わせたアレンジを加えることで独自の世界観を作り出しています今回のスタイリングでも彼のそのセンスが遺憾なく発揮されています彼はナンバーラインアイのメンバーそれぞれの個性を最大限に引き出すために細部にまでこだわり抜いています横田さんのスタイリングはただ単にファッションを提案するだけではありませんそれは 彼のの独自の視点や感性が反映された芸術作品でもあります彼はファッションを通じて個々の魅力を引き出しその人の新たな一面を見せることに成功していますそのため彼のスタイリングは常に多くの人々に感動を与え続けていますナンバーアンダーラインアイのメンバーたちも横田さんのスタイリングには大いに感謝している様子です彼らは横田さんの手によって 自分たちの新たな一面を発見することができ、それが彼らの自信にもつながっています。彼らのファンもまた、横田さんのスタイリングによって、彼らの新たな魅力を発見することができ、それが一層の応援につながっています。このように、横田さんのスタイリングは、ナンバーアンダーラインアイのメンバーとそのファンたちの間に新たな絆を生み出しています。彼のスタイリングは、ただ単にファッションを提案するだけでなく、 それを通じて新たな価値や魅力を創造しています。彼のその情熱とクリエイティビティは、今後も多くの人々に感動を与え続けることでしょう。エルジャポンの8月号特別版が発売されるのが待ち遠しいです。横田さんのスタイリングによって、ナンバーアンダーラインアイのメンバーたちがどのように新たな一面を見せるのか、その仕上がりが非常に楽しみです。そして、彼らのファンたちもまた、 その発売を心待ちにしています。彼らの反応がどのようになるのか、その期待が高まります。今回のスタイリングを通じて、私たちはファッションが持つ力を改めて実感することができました。ファッションはただ単に着るものではなく、それを通じて自分自身を表現する手段でもあります。横田さんのスタイリングは、そのことを教えてくれます。彼の手によって、 ナンバーアンダーラインアイのメンバーたちは新たな一面を見せその魅力をさらに引き出していますそしてそのことが多くのファンたちに感動を与え新たなファッションの可能性を感じさせていますエルジャポンの8月号特別版が発売されるのが待ち遠しいですその中で横田さんのスタイリングによってどのような新たな魅力が引き出されているのかそれを確認するのが楽しみですそして 彼のそのスタイリングがどのようにして多くの人々に感動を与えるのか、その反響が非常に興味深いです。ファッションが持つ力を改めて感じさせてくれる、この特集記事は、多くの人々に新たな視点を提供することでしょう。そして、それがまた新たな感動や発見を生み出すのです。その特集記事がどのような内容になるのか、ますます期待が高まります。 横田さんのスタイリングがどれほど素晴らしいものであるかを私たちはすでに多くのコメントから知ることができます彼の手によってナンバーアンダーラインアイのメンバーたちは自分たちの新しい一面を見せその魅力をさらに引き出していますこのようにファッションはただの衣装ではなくそれを通じて自己表現や他者とのコミュニケーションを行う重要な手段であることを改めて実感させられます 横田さんのスタイリングには、彼の深い洞察力と想像力が反映されています。彼は一人一人の特徴を見極め、その人に最も似合うスタイルを提案します。例えば、平野紫のスタイリングでは、彼のクールな一面とともに、その奥にある温かさや優しさが感じられます。神宮寺勇太のスタイリングでは、彼の鋭い眼差しとともに、内に秘めた情熱が表現されています。 キシユタのスタイリングでは、彼のエネルギッシュな雰囲気とともに、その柔軟性や親しみやすさが伝わってきます。このような細部へのこだわりが、横田さんのスタイリングを特別なものにしています。彼は単なるファッションの枠を超えて、その人の内面をも引き出し、視覚的に表現することに成功しています。その結果、彼のスタイリングは多くの人々に感動を与え、ファッションの可能性を広げています。 今回の特集記事もまた、その一例であり、ファンたちは新たな発見を楽しみにしています。私たちがファッションに期待するものは何でしょうか単なる流行を追うだけではなく、自分自身を表現し、他者とのコミュニケーションを図る手段としてのファッション。それは自己のアイデンティティを示すツールであり、また他者との関係性を深めるための方法でもあります。横田さんのスタイリングは、 その本質を捉えファッションが持つ力を最大限に引き出していますエルジャポンの8月号特別版が手元に届くのが楽しみでなりません雑誌を開くとき、そこには横田さんの魔法がかかったナンンバーーアダインアイのメンバーたちが待っていますそのスタイリングによって彼らがどのように新たな一面を見せてくれるのかそれを確認するのが楽しみですそしてその魅力を存分に感じ取ることで 私たちもまた新たな視点を得ることができるでしょう。